あー、のすけです。フォールガイズ総称ですよ。ピンポンピンポーン。さあ行きましょうか。ソロショーなんでね、まあ、レートマッチングなってますんでね、なかなか強い人たち集まりやすくなってますんで、熱いバトル期待ですね。行きましょう。前までね、あのエクストリームソロショーをね開催してたんですけど、今ねそれ終わっちゃってるんで普通のソロショーですね。まあ、エクストリームソロショーよりも強い可能性が高いね、普通にソロショーの方が。はい、行きましょう。エクストリームソロショーはね落ちたら一発アウトだったけど、このモードはね普通のソロショーだから落ちたら復帰できるっていうね、セーブポイントから復帰するというね、そういうルールになってますんで行きましょうか。ジャンプ&ヘッド、これ結構高くてもね超えれるからな、ジャンプ&ヘッドで。ショートサーキットですね。ピンポンピンポーン。さあ26名の絞り込み、そしてバナナさんいますね、こんにちは。アライグマさんももう一匹おるという感じやね。レッサーパンダ言うんですけど、これアライグマどっちやろ、なんなの、アライグマタヌキ、タヌキではないな、アライグマでいいね。よし行こう、スタート。その尻尾フリフリしながらね行きたいと思いますね。これいいよな、ほんまに走ってる時さ尻尾がこうね左右に揺れるシステムになってるんで、非常に使い勝手がいい。使い勝手は全く変わらへんけどさ、可愛らしいよ。一周回してこう下から行きます。 OK、 ピョン。うわー、もうここのレーザービームほんまややこしいからな、やばいやばい、みんな行かれた。左ルートか、いや真ん中で待つか、素直に真ん中で待とう。 OK、これ押すことによって重力を入れ替えていく。よし、まあクリア圏内かな、なんとか。ほい、みんな早いな、これが当たりか。よし、当たりで跳ね返っていく。みんな早い、みんな早い、やばいやばいやばい、結構ショートサーキットでいい勝負になってるね。これ上ルート行こうか。何、締め切りか、そう左から行くわ、急ごう。それでも15名ゴールぐらいか、いやもうちょい余裕あるか。よしよし、結構追いついてるね。ほい、ここがねごちゃつくからな、ここ最難関やな、このショートサーキットにおいて。これレーザービーム避けるっていうやつがね、一周巻いてから下から行きましょう。はい、オッケー。でレーザー待ってから、でこれが下がってくるの待たなあかんね、みんなで待って、このアライグマさんたち一緒に待ってから、そのまま突破という形よね。オッケー、よし。でここが当たり、ゴー。なんで強制送還、ちょっと待ってちょっと待って、もう一回、よいしょ、危ない、勘弁して。オッケー、危ない危ない、もう一回戻されたらもうきついから、アライグマさんと一緒にゴールやね、行こう。アライグマやから尻尾間違えられてるね。さあラスト40秒から動画撮っていきたいと思います。ポコン、オッケー、行きましょう。自ら尻尾くれたんでね、こっから粘っていこうかな。尻尾にはね、ほんま後半頑張れば大丈夫なんで、前半カットで大丈夫なんでね、動画的には。ほい、でどこ行こう、オッケー、こっち行っといて、ほんでまあこう周り見ながらカメラワークような、危ない、まあ、危ないとはいえアライグマさんも頑張ってるね、一緒に決勝行きたいからな、アライグマさんと。ほい、このピンクについていこうか、ピンクについてって、あの人狙われてもらおう。54なんでこれで確定圏内入ったな。 OK、 確定ですね、クオリティビルド。決勝戦、多数のリングの呪いだ、楽しみですよね。ドレミ、さあアライグマさんもね決勝来てくださってるんでね、行きましょうか。さあ13名でのリングの呪いなんで広くなってますね。スタート。広いリングの呪い、ただ回転は遅いはずやから、最初序盤は回転遅いんでね。で、あとあれやな、ちょっと前でとかんといきなりからもう穴だらけになっちゃうから、まあ穴作るのは俺なんですけどね。よいしょ、危ない、ほい、よし、この赤いところを削っていくイメージでね、ガンガンガン構築していくぞ。よし、ここも削っちゃおう。いや、ふー、全削りっていうね。これはちょっと右サイドが有利なババになったかな。このどういうね、ババにしていくかな。はい、ババって言ったらちょっと分かりにくいかもしれませんけど、どういう地形にする？うん。そういうの大事。構築なんでね、やっぱり。ある程度自分で作ってった方が、後半、あっち空いてないよね、みたいな想像つくっていうメリットがありますから。俺は結構ね、穴開けて立ち回ったりするな。さあ、今俺捕まれたな。マークされてますね、優勝候補ということがバレているんでしょうか。ちなみに相方のアライグマさんも、相方ではないけどアライグマさんは退場なさってます。さあこれで一周回ってきたね。ほい、これは端っこから渡らんとかあるので、端っこから渡っといて、でこの辺一気に前切ります。はい、こことかも一気に、危ない、かぶるとまずいからな、前の人間とかぶったら滑り落ちてしまう可能性あるんでね。タイルが消えて斜め走っていって、まあ、基本的に横断で
真ん中はガンガン削っていく。で最後渡り際に右に渡って、あの動かないとこれ次やばいからね。右の前取り線やねこれね。前取っといて、でこれちゃんついていくと。オッケー、でここで一回キープね。オッケー、さあこれでかなり減ったはず。上手い人しか残ってないはずや。うん、今のを突破できる人間はなかなか上手い人間という認識やもんな。さすがにこの次どうやったっけな。この次分からへんな。もう一回右渡れたっけな。ちょっと分からへんから左行ってみようか。左奥行ってみようか。こっち行こう、こっち行こう。ここ、あ、無理やな。渡られへんので、こっち切り替えよう。よいしょ。判断しっかりして。勝ったんちゃうかな。オッケー。先に地形を見に行って、で、左が渡れるなという判断。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さあ、モサシーソーゲーム、こんなことなんねんな。多い、多い、もう。モサシーソーゲーム、なんか気持ち悪いわ、多すぎて。なんやこれ。シーソーゲームやからさ、まあ、カット入れて2回戦から動画撮ろうかなと思ってんけど、この量はやばいのよ。みんな上手すぎんねんて、シーソーゲーム。これ、俺シーソーゲームで脱落までありえるってことやろ。それは動画にするしかないやろ。これ左やね。左からみんな行ってるから、右から行くと置き去りされて脱落やね。うわー、ちょっと一回待っとくかな。うん、多分滑り落ちるから、あいつら。一回キープやね。キープ入れてから。うわー、キープ入らへんかった。くそー。まずい、まずい、まずい、まずい。これこっちやね。人が多い方から傾けていくイメージじゃないと、行かれんくなっちゃうからね。ほい。で、早く行こう。これ、やばいやばいやばい。42名までやぞ。何よる。あー、どうやろ。際どいかもしれへんな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。これナイス、ナイス、ナイス。それナイス。完璧や。これ俺展開向いた。よーし、行け。よっしゃー。いや、これおもろいな。シーソーゲームの重さマッチおもろかったね。なんかもう、ずら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 って隊列が固まってくるからもう怖いのよ。ドラッグアタックですよねー。ドレミー。さあ、30名絞り込み戦ですね。これ相手強いぞ。さっきのシーソーゲームの手応えからして絶対強いもんな、これ。で、久しぶりやな、ドラッグアタック。しばらくエクストリームソロショーに勤めとったからさ、トラックアタックやってなかったもんね。ほい。やっふー。さあ、この真ん中、おい、それで落ちるんかい。それきついな。ちょっと待って待って、急ごう。これ次真ん中絶対決めな、負けやな。中途するわ。さっさと真ん中戻って、こっから落ちなければね、多分いけると思うわ。落ちた瞬間もうエンターテインメント確保した方がいいね。落ちないよ、絶対落ちない、絶対落ちない。ほい。で、左、真ん中、真ん中、オッケー。これなら多分クリアできるやろ。間に合ってくれ、急げ。やっふー。走り込んで、うわー、なんでそんなことこれ。やばいやばい、届いてくれー。危ない。なんとか手伸ばしたな。スライムスクレイパーだー。ピンポンピンポーン。さあ、こんだけいますけども、今回ワニさん多いな。ワニさんが4名ぐらいおるな、ほんまに。4人ぐらいいますわ。ほんでさらになんかトリケラトプスの緑とか、なんか他にも緑おるからね。ペリカンの緑とか普通の緑とかもですね、緑っぽいな全体的に。はい、危ない。ジャンプ、ジャンプ、ポンと、オッケー、危ない。ちょっとこれ一回待ってもいいかもね。待ってからここヘッド、ジャンプ、オッケー、決まった。よーし、まあ脱落者はかなり少ないと思うわ。シーソーゲームのあのズラズラズラ感を見た感じ、普通にみんな上手いからね。ほい、危ない、オッケー。ほい、おい、トラックアタックではね、力量測れないんですからね、このゲーム。トラックアタックは、上からね、上手い人でも下に落とされてしまうから、トラックアタックがね、1位だったから上手いってわけじゃないしな。トラックアタック最下位でも優勝候補はいますから。ほい。危ない。よし。で、ジャンプ入れて、まあ、何人かでもエンターテインメントになってんな。緑のペリカンスキンは多分レアやぞ。最近では売ってないはずやからな。昔のやつやと思うから強いぞ。待ってから、おお、緑早いね。よし、来た。さあ、あいつの動き見なあかんぞ。門番してくるか、してこないであれば揃えちゃおうか。ザル門番してもいいけどな、俺がやられるリスクもあるから、ここはもう普通にいっとくわ。これでフィールド。決勝戦、リングの呪いですね。ドレミ。さあ、行きましょうか。まあ、スキン的にもなんか強そうな人多いよな。
さっきのスライムスクレーパー残った10名ですね。10名残ったんで、それで決勝戦という形。もうちょい前でよか。ちょっと真ん中混み合いすぎて落ちる可能性あるから。そんなね、真ん中掘るのは確かに強いというか、まあ、構築的にはいいねんけど、人多い時真ん中行ったらね、そのまま落ちる可能性あるから怖いよ。ゆっくり削っていかんと。危ない。前出すぎてもあかんのよな、この序盤はな。これ非常に難しいゲームやからな。バランスが。後ろすぎたら後ろすぎたら怖いし、今の剣道盤みたいにね、掘りすぎても落ちていくと間。リングの裏、ほんま序盤めっちゃむずいからな。終盤はね、ある程度もうそろそろ端っこ行っとかなあかんなとか考えれんねんけど、序盤はもう、とりあえず落ちひんように立ち回らなあかんね。オッケー。こんだけやったら一周回ってくるやろ、そろそろ。回転台も加速してくるはずやから。ほい。どんどん掘りながら、まだね、真ん中はね、消しきれてなかったと思うから、真ん中渡りまくれるはずやから。真ん中から渡る方が安全かも、逆に。端っこが人気になるから。おっ、オッケー。で、一回ブレーキ。ちょっと前出すぎて危ないから。で、横断。で、こことかもがっつり削っていく。他の人間どこおるか見とかなあかんな。右サイド、そんな感じか。オッケー。こことかも結構掘ってあるけど、左サイドがね、多分空いてるんじゃないかな、今回。左サイドから渡る方が安全なんで、そろそろまあ左移動しとこうかーみたいなね。事前移動。やっぱ渡れるね。ここはざっと開けとくわ。次、もう一周渡りたいからね。で、渡った後は他の人間を妨害しに行くというイメージでいきましょうか。一気にもこうやって他の人間を妨害しに行く。で、さらにその暁にはまた帰っていくと。ちょっと荒らすだけ荒らしてまた自分の陣地へ帰っていく。 OK。で、こっからもう一回渡れるから。はい。せーの。せーの。危ない!オッケー!なんとか連続優勝決めていく。ちょっと危ない、難しかったけどね、最後ね。ありがとうございます。さあ、行きましょうか。1回戦からね、人数少ないですよね。これ、モスは多分選ばれてんな。金騎士おるからな。金騎士いましたので、金騎士に勝ちに行かなあかん。ほんでね、コメント欄でね、ずっと金消しだと思ってたっていう方ね、いっぱいおったんですけど、金騎士ですからね。騎士。すいませんね、俺の発音悪くて。金消しって、それ金の消しゴムやないかい。金騎士ね。よいしょー。てなわけで、はっきりね、発音していきたいと思います。金騎士好きなやつにね、俺勝ちに行きます。さあさあさあ、待て、どこや?金騎士どこ行った?あれ?あ、金鶏もおるぞ。うわー、これはすごいぞ。これ一番しっかり行ったら確かいけるはず。オッケーオッケーオッケー。よし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 。一回戦落ち嫌やからね。金の鶏、インコースからね、上位に取り付いていく。行きましょう。なんでやねん。こんなところで渋滞すんのか。みんな強すぎやろ、これ。早いな、普通に。いや、これ楽しみやね。ちょっと決勝行かして。よいしょ。うわー、これ一回巻くわ。さすがに、金合い悪い時は回した方がいいね。おっしゃ。うん、やっぱ金合い悪い時こう回せばね、間に合うんで。慌てる必要ないね。ジャンバルヘッド。オッケー。で、おお、もうゴールしとるぞ。誰や、金騎士かな、もしかして。王冠かぶってるさんとかもおるからな。今回、メンバーやばいぞ。ほい。さすがに3連続優勝は求めに来たって感じかな、マッチングで。ゴー!ヒヤヒヤロードですね。ピンポン、ピンポーン!行きましょうか。金騎士さんが右から3番目にいますね。優勝者が優勝数めちゃくちゃ多くないとゲットできないというね。金騎士スキンですからね。やつに勝たなければならない。まあ別に勝てる実力は持ってるからな。そんな別に日和ることはないからね。金騎士スキンやからといって。普通に誰が相手だろうが俺は立ち向かう勇気あるよ。さあ左行こうぜ。やっぱね、気持ちで負けてないから俺は。それ大事よな。気持ちで負けたからこのゲーム。自分が一番上手いと思ってやらんと。ゴー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 。オッケー、これでいると。ウォールガイズですね。ピンポンピンポーン。さあ9名に絞り込みやもんな。15名から9名ということでかなり厳しいからな。ほい。で、これは普通にこう捕まった方がいいですね。捕まって、やばいやばい、急がなきゃ。ほっほっ、やべ、弾かれた。弾かれた場合はこっち行ってこうやね。はい。で、ジャンパーのヘッドで、しっかりと。うわー、なんで転ぶねんそこで。まずいまずい、負ける。ほい。ただこの後がね、ちゃんと詰まってればまだチャンスあるからな。はい。あ、もう行かれるわこれ、負けるわ、やばい。せーの。あそこでつまずいたのが命取りかよ。ほっ
ちょっと待ってくれ。ふっ、枠あってくれ。決めてやる。待てー、させるかー。ドーン、コールディフィールド。決勝戦、リングの呪いですね。ドレミ。さあ、行きましょうか。超絶猛者マッチですね。スタート、キンキシュいますから。よっしゃ。さあ、決勝戦、気合入れてね、行きましょう。まずは黄色で立ち回ろうかな。赤はちょっとね、危ない。みんな上手いと思うから、多分赤が一瞬でなくなっちゃうから。黄色ぐらいの立ち回りっといて。危ない、危ない。前出すぎたら落ちるよ、これ。序盤、マジ集中ね。しっかり角度見とかんと。そのままエンターテインメントなんてこともありえるからな。よし、これ今一番最前線取れてるから、そのまま青でいいね。青削っていくようなイメージで。はい、で穴はちょっとね見れてないからな。自分が穴開けてないからね。ただそんな真ん中削ってないかなっていう印象あるから、真ん中で当たっても問題ないな。一周回ってきて、ほい。さあ、みんな位置取り争いやな、これ。ほんま視野広くいかんと終盤負けるからな。右から左まで盤面把握しといた方が強いからね。それで、ね、これでそろそろ一周やろ。一応端っこから回ってみるか。いや、こんなことせんでも全然ここからいけるか。あ、でも結構厳しくなってるな、ちょっとな。ここ耐久してから、はい、左も、うわー、ちょっと、まあ、左はまだ渡れるかなーって感じ。渡、あ、でも左結構きついな。右の方が良さそうやな。右やね。ほい、走って、大岡の人が右取りたいと思うから、右の最前線をね取り返しに行くというか、取りに行こう。多分右じゃないと渡られへんのこれ。先渡り安定。オッケー。で、ちょっとブレーキ。お、結構渡れる、結構渡れる。いいよ。ほい。ただブレーキね。ほい。で、走って横断。オッケーオッケーオッケー、いいよ。で、横断入れといて。ほい。さあ、いつの間にか1対1絞り込んだ。この後きついな。この後ちょっとどこがあるか先見に行かなあかんね。はい。あー、ここか。あ、勝った。やった。ありがとう。てなわけで、リングの呪い3連勝というね、実力を見せてしまっていますね。ありがとうございます。